さあ佐世保6レースで来たんですけども、愛知三重はちょっと結束が硬いかなと思いますので、まあ、1-2-2-1が結構攻めやすいかなと思っております。昨日山口伊吹に刺されてるんで、太田さんさすが後ろつけさせないと思うんですよね。なんで絶対刺してこないだろうと予想しまして、多分2-4が後ろつくと、いやそのまま、1-2か1-4で決まるんじゃないかなと思います。伊吹は後ろさせません。あとはもう太田さんが結構頑張っちゃって名古屋あの三重ライン、愛知三重ラインで決まっちゃった場合、これは多分1-2-2-1まであると予想しまして、うん、私は今回買い目はまずはこちら1-2-3ボックス、これ西脇差しまで考えてます、はい、であとはもう、太田姉ちゃんの逃げ切りの、田口さん2着付けで、さすがに伊吹はねあの後ろつけません、うん、ということで 1-2-4 のこれでいきます。そうついててついてて、うわーこれ伊吹のチャンスちゃうこれ、3時にチャンスちゃうこれ、ガチャガチャやんなよガチャガチャやんなよ、スピーチャーでガチャガチャやんなよ、うわーもうゆっくりだな、まだ行くまだ行くまだ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 、いやすごいなこの試合飛びつけ飛びつけ、1-3だけやめて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 1-3だけ飛びつけ飛びつけ、よしよし飛びつけ飛びつけ飛びつけ、よし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 、2着、西脇しか持ってないから大神だわ。ブルーレディ公式チャンネルプラス。どう見てる？佐世保7レース、ちょっとレンガもね、はい、長崎っぽいちょっと本命、もうこれしかないです。3-7ハサミ、もう我々は学びました。もう止め直美を応援すれば勝つと。止め直美は我々の応援が届けば勝つ。止め直美は勝つ。で本命の山原さくらを3着で勝ってないと、はい、荒牧さんも3着で勝ってないから我々は痛い目を見ました。なのでもうここはちょっとガールズのまあ伝統芸のハサミで、まあ、あとはもう2着来れそうな選手ちょっともうある程度切ってるんですけど、ハサミと、はい、まあ、あとは一応もう最後止め直美の昨日の再来で差し切り、差し切りを飛びついて1-4-6いいね、差し切りでもうほぼ買い目は一緒なんですけど、あとはもうさくらが何着に来るかっていうところで、ちょっと桜飛びはさすがにないかなと思って、近沢ちゃん切らないでよ、近沢ちゃん俺の大好きな近沢ちゃん切らないでよ、やっぱ一番いいんで、はい、あれだったんですけどちょっと切っちゃって、まあ、だから3-4-7とかが一番ちょっと嬉しいかなっていう、まあ、ちょっと他がどう動くか分からんからな、パクるぞ三谷ママ、もう先行ってさ、そう親友後ろついて、親友後ろなんだから、インコインツインツケ、そう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 、インツケインツケ、そうそうそう、近沢ちゃん何してそのまま奪われろ、そのまま7-4で飛んでこい、7-4で飛んでこい、マジで7-4で飛んでこい、7-4で、いける、で、次飛びついて、来るよ、来たらいける、あれ、インついた、インついてる、まあまあまあ、もうすぐ、組むよ組む、そうそうそう、それにくっつけ、それにくっつけ、3-1か、3-1、いやこれは止めちゃもうかないな、いや、行くんじゃない、遅いよ、かけ出しましょう、7-2、強い、いや、でも、3平方さん、奇跡、ちょっと邪魔だね、うなかね、うなかね、止め、ナオミ、ちょっとやっぱ情じゃないと、騒げないんで、やっぱ確かにね、ナオミなのか悩みなのか、本人も分かんない、ナオミ、ブルーレディ公式チャンネルプラス。明日の決勝とあの一般行っていきたいなと思うんですけども、まず一般戦、もう三谷ママと成田さんの一騎打ちです。それしかない、まあ、あとはここです、これポイントです。行きたいか、結構今日前も入ってたりしたいなんで、
一般戦だったら前残りあるかなと、はい、思ってます。まずはこちらですね。ナオミちょっと強いんで、ナオミ頭もあるかなと。でもし、遅れちゃった場合、タカさん遅れちゃった場合、3着まであると思うんで、これ、ハサミにしました。3着まである可能性もあるんで、これ、ハサミにしてます。はい。で、あとはもう本命は、だいたいちょっとこっちですね。まあ、4-1で、はい。まあ、マーク勢が1につけて、最後っていう感じなんですけど、この時はもう先に多分太田さん仕掛けるので、それにナオミがくっついていく、で、それ上をさらにまくっていくっていうパターンですかね。だったら4、1、2。4、5っていうのは、まあ、ある可能性もあるんですけど、音低いんでやりました。4、1、2、1、2、3、5でやってます。はい。もし、まずは愛知勢が一気に来る場合があるんで、5、6、7の箱とかでも結構ありかなと思うんですけどね。はい。まあでも、基本的にこれでいきたいなと思ってます。はい。